マーケットアナライズプラス BS12 12日毎週土曜日昼一時放送ここからは大和証券チーフグローバルストラテジストの神谷裕和さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますこれはカルヤさんが悪いわけじゃないんですけどもずいぶんご無沙汰だ,だったじゃないですか、ね、はいおしゃけございま結構聞きたいことがたまってるので、えー、<laughs> ちょっと時間が心配なんですけれども <laughs>、はい、そこのところどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします では、早速 fomc の内容から、うん、こ,れこれ、これから行きましょう。はい。うん、あのー、まあ、いろんな見方があると思うんです。いろんなことが、いろんなことをおっしゃってますので。はい、これはもう、あくまでも、私の個人的な見解というふうに、はい、まずしておきたいと思うんですが。結論から申し上げれば、今回の結果は、まあ、こんな感じだったのかなと。 やや高は寄りだったけれども、うん、まあおおむね想定内の決着と言っていいんじゃないかということでしてまあだって本社がね動かないっつってんだからね。<laughs> そうですねねのよねこれ一応あの、まあ、6月の FOMC でしたので3か月に1回のこの FOMC メンバーの見通しってやつが出てくるわけですね。うん 経済成長率率だったり失業率物価上昇率まああんまり変わってないですけど若干景気回復拡大方向に情報修正されてたかなっていうイメージで,、うんうん、でおそらくマーケットが一番驚いたのはやっぱりここだったのかなと本来であれば2023年まで、えー、まあゼロ金利政策が続くんだと思ってたところが2回分の利上げを織り込むような見通しの引き上げが起こりましたということで。 これにマーケットはちょっと驚いた節があるのかなということでございました。うんうん、で少し細かく見たものがこの右側のまあ通称ドットチャートですね。うんはい、まあそれぞれの金利見通しのこの分布の状況を見ているものですが、うん、え上段があこれ前回の三月ですね。はい、で下段の方が今回の六月ということになってまして、うん、まあ前回まではまあ圧倒的にここに集中していたわけですね。で,ね、うん、でこういう人たちが今回はちりじりバラバラ上の方向に <laughs> 見通ししがばらけましたとということで結果的に中央値で見た金利見通しが2回利上げ分を織り込むような形になってしまったんだということだったんですけれどもまあまあ私に言わせればというのはあるんですがまあこれはでもある程度分かってたことなんじゃないかなっていうんですねまあ2回がどうかはちょっと別として23年までゼロ金利続けることはもうないんじゃないかっていうのはおそらくみんな薄々。 勘づいてたとところだと思いますので、うん、まあそこまで大きく取り立ててこうなんかこうサプライズというふうに受け止める必要があるかと言われればそんな感じでもなかったんじゃないかなというのが率直な感想ですね、うんうん、ただどうなんですか今この現行の0から0.255人しか残ってないこのハトハトの人ですけども。はい パウエルさん、ここの5人であます。<laughs> いないんじゃないんですか。おお、でもと、まあ、あの、一応今週、あの、パウエルさん議会証言、やってますけれども。うん、そこの中では、一応予防的な利上げはしない。 グリーンンンススパみたいいななィトライしと言ったんですね言ってますのでまあさすがにパブレルさん動いたらここにいる人たちもみんな結構動くんじゃないかなと考えるとですねまだとどまってる可能性は高いのかなというふうに思うんですがただ明らかに FRB の執行部の本当に核にいる人たちの何人かは完全にちょっともうゼロ金利政策の見通しから外れてきてることは間違いないかなというふうには思いますけれどもただまあ 結局やっぱり景気が良くなっている拡大してきていることの裏返しだってことを考えると、うん、まあむしろ自然な流れというふうに受け止めることができるんじゃないかっていうのが私の今まではねこういあの時間的なイメージ見ますと、はい、これが今回の。そうですね、えー、とこれがまあ私の中でイメージしたこの今回の FOMC の前のみんなが思ってた、はい。うん スケジジューール感、うん、時間軸は大体こんなイメージかなと、うんはい、年内に、まあ、デーパリングの議論を、はい、まあ始めて、まあ、場合によってはそこで、まあ、やることを決めた上で、うん、来年の初めにデーパリングを始めて、まあ、1年かけて来年の年末までに終了してさらに利上げまでは少しこう余裕を持たせた上で1年ぐらいあってせいぜい2023年の終わりぐらいに利上げが始まる、うん、このぐらいで考えてたのが まあやっぱり株式市場参加者のまあ大半というか、前回そういうねテンプレートがありますからね、それが今回 o m c 経てこんな感じになるんじゃないかと、この下の方ですね。でやはりこうスタモンでありまして先ほどのあのブラダさんの発言なんかもありまして、まあテーパリングは結構早い段階で夏秋ぐらいのところで決まっちゃうんじゃないかと。さらに年内中にもテーパリングが始まってしまうと。 でさらにその作業も来年の半ば後半あたりに早々に終わった上で早ければ2022年の利上げ開始、まあ、これブラッドさんがおっしゃるシナリオですけれども、うん、ここで始まってさらに2023年には追加的な利上げが2回ぐらいあるんじゃないかみ、うん、たいなその中間もまたあるのかもしれませんけれどもね。そうで,すねでもいずれにしても利上げ開始が22年の年末っていうのはこれはちょっとこうあの。 いただ、まあ、やはりドットチャートなんかを見ますとそんなにやっぱりまだそれがこう中心的な見方にはなってないというところまあ確かに増えてはきてますけどねうん、うん、そういう見方が増えてきてることは事実ですけれどもまだそれが FRB の中でのコンセンサスにはなってないんだということを考えるとあまりこれ意識する必要は今のところまだないのかもしれないなと。それよりかは やっぱり先ほど岡崎さんもおっしゃられてましたけども利上げの議論よりも前にやっぱりまずこっちだろうと普通に考えればですね、うん、これ自体もスケジュール感が今一つ定まってないと、ね、今まだアクセル踏んでるんですからねアクセル踏んでてブレーキ踏んだらそれはね車だって感じが今これを改めてこうことさら22年やっぱり利上げあるのかないのかっていうことを考える必要はまだないんじゃないかなと。うんうん なのでこれに反応する必要はやっぱり今のところないんじゃないかなということでまあそういう意味ではまあ今回の FOMC もちょっと一時的に相場が動揺するような場面もありましたけれどもまあ慌てることがないんだとまあやっぱり本質を見極めましょうということだと思うんですがやはりまあその金融引き締めの裏側にある景気の回復ファンダメンタルズの改善というところを考えればやはりマーケットの方向感というのはまだ 上上の目線を維持できるんじゃないかなっていう気がするんですよね、うん。あの雇用の面から見ると今マーケットどうなんでしょうか。あのこれ前回と言いましょうかリーマンショックの時とよく比べられることが多いので、はいはい、まあその当時のまあ非農業部門の雇用者の絶対数ですね。はい、これをちょっとあの数字が大きいんですけれども左軸でリーマンショックの時は 1億例えば3,800万人のところから落ちて一時期1億3,000万人を割り込みましたと、まあ、その後まあ5年ぐらい6年ぐらいかけて元の水準に戻っていったっていうことを示したものですがこれが今回ですね、はいえー、あコロナショックでもうズドンと2,000万人以上雇用が失われましたとこれはあの右軸の方でご覧いただいてますけれども幅は同じなので同じスケール感でご覧いただけると思うんですがまあ瞬間的に落ちて瞬間的に回復した状況で ただ今ようやく戻ってリーマンショックの時の最悪期より少し上ぐらいの水準っていうそんなイメージかなというところなんですよね。うん、でまあ今大体月間でまあ数十万人でしょうかね、うん、前回があまあ50万人ちょっとっていうところでしたけれども、うん、まあこのペースで回復していくと元の水準に戻るまでにはまやっぱり来年の夏ぐらいまでかかるんじゃないかっていうのが FRB クラリダさんの発言としてちょっと引用してますがまあ50万人ペースだとまあ来年の夏ぐらい。ただやっぱりその今のこのパンデミック対応の失業保険の上乗せとかが9月の初めで切れることを考えますとやっぱり9月以降は。 雇用者のこの回復がさらにこう加速してくる可能性がある。そうなってくると確かに2022年の8月までかからずにですね、うん、まかなり2022年の早い段階でまあこの元の水準に近いところまで戻る可能性というのはあるのかなと。うんうん、ただそのデータを確認できるのも。 結局は今年の秋以降だと、うん、いうことを考えると、先ほどの時間軸でご説明したようなまあテーパリングを早々に決めてさらにこう年末までに開始してっていうところの時間軸には少し合わないんじゃないかな、うん、という気がするんですよね。うん、まああのパウエルさんがこれもまたよくおっしゃるのはとにかくデータ次第だ,だと、うん、データを確認数ヶ月確認した上で判断したいということをおっしゃられてますので、あまりこう時間軸の前倒しっていうことが起きる可能性というのは、うん、今のところは限定されている。 じゃなないいかとう気がするんですよ、ねうん、いやでも我々は早く決めてくれよと教えてくれよというのがね投資家はね、はい、そういう願望が強いですからねこの辺のところのそ母ですよね難しいですね。なのでその辺をまあいかにこうコミュニケーションを取りながら、うん、まあコンセンサスをマーケットとの間でこう固められていけるかどうかっていうのがやっぱりポイントになってくるんでしょうね。うん、でさてですね、うん、あのかなり 欧米を中心に経済再開の動ききが強ままってきております、はい、まあこれあのテレビのニュースなんかご覧いただいても本当にあの日本と違ってですね行動制限がかなり緩和されてまあアメリカなんかだとまああの6月の中旬あたりで一部の州なんかだと完全に行動制限まあ解除されてマスクを取ってでそれこそ本当に野球場にもみんなで出かけてっていうようなことになってるわけですがまああのデータとして見られるもののいくつか象徴的なものをご紹介しておりまして。 例えばここれ辺は外食のの予約の伸び率これ2019年との比較なんですねうん、うん、2019年と同じ日を比較してどうだったかというのを見ているんですが右軸でご覧いただいてますけども直近ではもうプラスの方向に反転してきているこれも完全に正常化ですよね。うんうん、で、まあ、地下鉄なんかはちょっとまだ伸びというか回復のまあ勢いはそこまで高くないかな、まあ、この辺はちょっとまだ気にしてる人が多いのかもしれないですね。 まあやっぱりアメリカなんかだとあの電車で移動するというよりかはまあ飛行機での移動が結構まあメインといえばメインというところがあるのでまあこちらは結構まあ元の水準に近いところまで来てるかなということなのでまあ全面的にというんでしょうかまあかなりアメリカの中でもまあ経済再開のムードというのは相当やっぱり強まってきてるんじゃないかなというふうに思えるところですね、うん。そして 家計の方ですよね。はい、まあ、結果的に、それがやはり消費のマインドの改善につながってきてるというところでもありまして。まあ、二種類出してますけれども、まあ、傾向は同じですと。で、ただ、こちらもまだ完全には戻りきれていないので、うんはい、まあ、基本的にやっぱり。 モノの消費っていうのはやっぱ相当え<っ>、えー、まあ戻ってきていると思うんですけれども、やっぱりこのこと消費みたいなものは戻ってきてないので、うんうん、その分はまだこれから期待できるでしょうということだと思います。はい。そして企業の方ははいこちらもですね、まあ足元で急激に戻ってきてる、まあかなり記録的な水準まで企業マインドを回復してきてまして、うん、やっぱりターニングポイントって。 今年の3月ぐらいいだったんじゃないかなかううに個人的ししてましてま、うん、やっぱりワクチンのペースがかなり上がってきたタイミング、うん、まあそこで経済再開のムードが強まって、まあ、現在に至るというところだと思いますのでやっぱりワクチンしたいかなっていうふうに思えるところはありますね。うんうんうん そして、今日岡崎さんもお話しされてました、はい、住宅ですね、はいまあ、こちらの方はもう先ほど岡崎さん一通りご説明いただきましたので、まあ、よく売れてますということと価格が上がりすぎて足元ちょっと販売にまあ制約の動きが出てきてしまってますというところでしょうか。さあそして株の方です、はい、でこれはの企業の業績の予想にあたってアナリストがどう見ているかというその業績見通しの変化。 リビジョンインイデックスというものでしてこれ私結構好きで使ってるんですけども、はい、でプラスの方向にあるのが情報修正がかなり優勢ですよっていうものなんですが結構足元の動きってすすごく顕著だと思うんですよねアメリカヨーロッパはすごく改善していて、はい、日本はもう完全にこう。 下、ね、下がっっっててしまってる山をもうすごく大局的な動きになってるわけですけれども、はい、まあやっぱりアメリカは経済再開ムードで業績の改善期待も相当強くなってきてるということなので、うん、やっぱり株は上がってしかるべきなんじゃないかということだと思います。でこれがですね一株当たり利益 EPS の動きをこれちょっと基準を、まあ、2022年の頭を100として指数化してご覧いただいてます。はい やっぱりアメリカの立ち上がりが非常に早くてスピードもかなり早いかなということでまあ日本は一応ヨーロッパよりはいいとなってますけれどもちょっと足元のところは少し鈍いかなとむしろヨーロッパの方がここから先は少しこう業績の改善を見通し強まってくると思うんですがやっぱりなんだかんだ言ってアメリカが最強であるということがこういったところからもご確認いいただけると思いますはいでさらにセクターですよね。 どういうところの業績の回復の度合いが強いか、まあこれ20年と21年、22年それぞれの年ごとの増益率のまあこちら実績予想予想をご覧いただいてますが、まあ一言で言ってしまえば。 2020年に大ダメージを受けたようなセクターほど21年22年の回復の度合いが強いんですよということで、うん、もう本当に典型的な景気敏感業種が並んででいるわけですね、うん、こういうところほど21年以降の業績の回復の度合いが強いのでやっぱりこういう環境下で考えると、まあ、長い目というか、まあ、半年1年ぐらいのタームで考えるとやっぱり景気敏感中心に考えていくのがいいのかなという気は しますね、ただ金融の22年はやっぱり、はい。 足元の短期金利が上がっちゃうことを反映してんのか、はい、ちょっと落ちるわけですね。ここ注意ですよね。そう,そうですね。うん、あんまりまあこの辺は確かにあの二十二年のところなんかは、うん、あのそこまで強い業績の見方がなされていないというところなので、その辺はやっぱり金利の見通しが、うん、やっぱりそこまで長期のものって今回も強くなかった、ね、そうなんですね。なんか一点七五ドル下にしましたからね。そうなんですよね。うんうん、もっと上がらないと銀行とか保険とかはね儲かりませんよね。はい、と思いますね。うん、それがちょっと厳しさがこの辺現れているのかもしれない。 なるほどそしてハイテク株。はい でこちらも、まあ、実は5月は結構ハイテクの調整が目立ったというんでしょうか、うん、まあやっぱり景気敏感の方に思いっきり舵が切られましたので、うん、相対的にはかなりこう資金が抜けてしまったような形になってはいたんですがただまあ今回の FMC がまあ一つのきっかけになっていた部分があるかもしれないですけれどもかなり戻ってるんですよね、うん、で実際ナスダック最高値っていうところまで来てますので、うん、まあそれ以前がかなり割安な方向に触れていた、まあ、この辺が ナスックの予想 PR ですけれども一時30倍を割り込むような場面がありましたのでその辺が急速に戻ってきていると、まあ、岡崎さんからご指摘ありました実質金利がそんなに上がっていないのでむ、まあ、しろ下がりましたよね、はい、1>, この1週間でいうと。ということなのでハイテク戻しましたが、まあ、ちょっと割安感は解消しつつあるかなというのが、まあ、個人的なな見方とはなっております、はい、そしてバリューグロースで見てみると。はい これもですね私よく使うんですけれども結局ですねバリューかグロースかっていうこの二者択一で考えたときに結構連動性が高いのはやっぱり株の世界だと実質金利だと思うんですね。はい、で実質金利が上がってる局面はやっぱり景気回復景気敏感業種みたいなところが上がりやすいということでバリューが優位になりやすいと逆にまあ金利が下がっている局面2020年のような局面はやっぱりグロース株の方が優位になりやすいんだと。 いうことですけれども、まあ、ここ最近は結構行ったり来たりということにはなってはいますし、うん、実際金利の動きもそんな感じですよね行ったり来たりというところではあるんですが、まあ、ここらもですねやっぱりあの直近で見ると少しバリューの方に触れてまして、うん、まあ要はハイテクが安かったっていうことだったんですがこれがまあやっぱり解消されてきてますうん、うん、ということなので。 正直判断が悩ましいですねちょうど今フラットな状態になってきてるというか、うん、まあこの割高割安が解消されてきてるところなのでモメンタムから考えると足元まだちょっとグロースの優位が続くかもしれないなというふうには思うんですがただやはりもう少し長い目で少なくともこの年末ぐらいまでを見渡した時にはもう一回景気敏感くるんじゃないかなという気がしています。ななぜかかとというこころなんですがこれがれ年から15年ら前回の テーパリングをまあ行ってた開始を決めたタイミングから終了するまでのまあ当時のタイミングを見たあの株価のパフォーマンスを見たものなんですがまあグロースの代表業種といえばハイテクまあ,あとバリュー景気敏感の代表としては金融資本財まあこの辺の動きをご覧いただいてますけれどもまあこの辺がその前後の動きですけどもやっぱりハイテクよりも景気敏感っていうところなんです ですよね。うん、まあ、同じようなことが時間軸として、まあ、今年も年末ぐらいまでに。まあ、テーパリング決まるかなということで考えると。しばらくは、やっぱり景気敏感バリューの方が。まあ、パフォーマンス的に優位になるような局面が続くんじゃないかな。というふうに考えているところではあります。うんうんうん、日本株はどうでしょう。あの、結局、まあ、これも。グロースとバリューの優位性と。アメリカ株、日本株の優位性っていうのが、結構。 連動して見えるかなというそんなものを示したものなんですが。まあ、やっぱりバリューが優位になるような局面ですね。まあ、そういう局面で結局過去を振り返ると、まあ、日本株の方のが。 やっぱり業種の構成なんかもあってですね。まあ、優位に立ちやすいんじゃないかということで。あ、くまでも景気回復、景気敏感でっていうことで考えると。まあ、アメリカはこれまで散々上がってきましたけれども、日本株がキャッチアップしていくような側面っていうのも。今後強まってくるんじゃないかなというふうには思います。はい。そして、最後に、今後の予測を伺いました。はい。すみません。ちょっと細かくて恐縮ですけれども、えー。一応ですね。この辺が年末ですね。年末の予想値。 ということになってましてこの辺が年度末の予想値ということになりますが、はいえー、日本株に関しては結局、まあ、私の行き着く先は欧米のマーケットと一緒なんじゃないかと最終的にはそうです、ねえー、経済再開相場だということを考えますと、うん、かなりやっぱりワクチン接種のペースも上がってきてますので、うん、まあ年末までには やっぱり3万円台かなり定着させてですね高値は一応3万3000円というふうに見込んでいるということでございますしアメリカなんかは今日ご紹介したように基本的にはもう金融相場から業績相場だということでございますのでちょっともう、上値が窮屈になってきてしまうぐらいですね高値を更新してきていますので、うん、場合によってはこれ見通しをもう一段引き上げた方がいいのかもしれないな、まあ、そんな状況になっているかと思います。はいいいあありりががととううごござざままましししたたた失礼 マーケットアナライズプラス b s 1 2エ1 2毎週土曜日昼1時放送。